おい、やめろ、哲也、返してやれよ。こいつ、英語の勉強始めやがった。いいだろ、そんなの言うことじゃねえ。恥ずかしがってるだろ、返してやれ。手に入れ回しちゃったのか。返せ、返せ。アメリカに行ってさ、英語喋りてえ、英語喋りてえってさ、お前だけ一人で始めんだ、そうやって。始めたって、始めたうちに入らないよ。それ全員持ってるよ、その本、一冊や二冊。始めたんだ、俺。英語を喋る、俺は。基本の78パターンで、英会話フレーズ800。よくある本じゃねえか。いろん、一個の動詞でいろんな意味持ってるってやつだろ、それ。お前、これわかんのか。Could you wait a little? 少し待っていただけますか。おめでとう。卒業。おい。渡米。来週 LA 立ちます。なんでまたそんな英語を急に始めようと思ったんだい、君は。思い立ったら記述することで。すごいぞこれ。13項目のところに What's a、うん、なんというってやつがあって、見事に What's a day なんて日だって書いてある。でそこの注釈にいい意味でも悪い意味でも使えますよ。これちょっとバカにしてるの。でその本でなんかボケだったよね。最初になんか必死でなんかギャグ考えましたみたいなこと書いてあるんだよね。うん、もう滑ってるね。滑ったよね。それを買う俺。てちょっと後ろの方からロシミツに問題出してよ。バカ、まだ後ろは勉強できてねえんだ。勉強できてねえことできるわけねえだろ。いや逆に勉強できてねえのにロシミツが意味分かっちゃったらその本意味ないってことだから。え、捨ててください今すぐ。いいですか。 It would do。 あ、ちょっと読めてねえじゃん。はい、いきます。 It would be better if you talk less。 全然なんて言っちゃうかわかんないな。 It would be better if you talk less。 は？ It would be better ifYou talk less。 じゃあその本読んで勉強した方がいいね。口数を減らした方がいいですよ。最後レスって言ってんの、てっちゃん。そんなシーンやレス。レス。口数減らした方がいいですって下に言うことある。そうだから英語でね意外と使わないからね、何々した方がいいよとか。次の問題。It would be あ、It would be better if が何々した方がいいです。はい。It would be better if we didn't see each other anymore。勉強した方がいいな、じゃあ。わしたちはもう会わない方がいいね。だ使わないでしょその英単語、その英会話。使うと思ってんのこの人。そんなディープな人間関係ないっしょ。なんかもうおまけみたいなノリなんだって。めっちゃ後ろの方見てるもん今。ボケすぎじゃないこの。すごく困ってるんだってヘビに巻かれてんだよ。こういうノリのアメリカンジョークで。アメリカ人が書いてないでしょそれ。周りに骸骨置いてる。じゃあ1週間後に僕と英語対決だ。お前勉強しようぜ英語この人。お前もか。だって前撮ったもん。みんなで ECC 行こうよっつって。いや本当にもう英会話教室行きたいの。バカめ。リッチオン。てつやはレッスンボットな。レッスンボット。復習。レッスンボット。Hi there. What's up? 復習。Pardon me? 復習。ごめんなさい、もう一度。あー、レッスンボット。てつやはレッスンボット、としみつはそのわけのわからん本。僕は今までの知識で1週間後勝負だ。じゃあもう一番英語できんかったやつはもう ECC。 もうやだ、なんかヤムちゃんみたいな気分だ今。もう勝てんもん絶対に。1週間後にまた誰かに、この3人じゃない人に問題を、まあ、何ていうか今の哲也みたいに問題出してもらって。1週間って短くない？1週間はその本読み終わるでしょ。うるせえなあいつ。レッスンポットで締めてもらおう。僕もセンター試験でリスニング24点しか取れんかったから大丈夫だ。リスニングはうんちだ僕も。いやリスニングもそうだね。
See you!